GM がレクサスに乾杯したようです。海外では日本メーカーの車がとても人気です。中でも1989年に北米での高級車市場に参入するため設立されたトヨタ自動車が展開する高級車ブランドレクサスが大人気。2005年には日本国内でもブランド展開が開始されました。今ではレクサスの特徴的フロントデザインであるスピンドルグリルとともに認知されていて、2022年1月から12月の全世界販売実績はなんと62万5365台。高級車ブランドとしての地位をしっかり確立していますね。今回はそんなレクサスの初期の頃、世界の高級車有名ブランドを震撼させたというエピソードをご紹介します。それでは行ってみましょう。2018年アメリカの掲示板型ソーシャルニュースサイトレディットにおけるある投稿が話題になりました。その内容は1990年代ゼネラルモーターズのエンジニアが分析のためにトヨタのレクサス LS400 を分解。その結果、 GM が有する生産技術では到底再現できないほど精巧なものだということが判明したというものです。他社の車を分解して製造方法や動作原理、設計図の仕様などを調査することはリバースエンジニアリングと呼ばれていて、自動車業界に限らず様々なメーカーで行われています。もちろんリバースエンジニアリングの対象になるのは強力なライバル社の製品です。当時の GM にとってはトヨタのレクサスはそれほどの脅威だったんでしょうね。確かに現在のトヨタは国内外問わず絶大な人気を誇る自動車メーカーです。2021年にはついにアメリカ市場の販売台数でトヨタが GM を抜いたことが多くのメディアに取り上げられました。 GM が1931年から守り続けた米国販売首位の座をトヨタが奪取したんだそうです。それは大騒ぎになりますよね。記事の内容を見ると GM の首位陥落は90年ぶりや、トヨタが昨年より販売台数を 10% 伸ばしたなど、 GM の凋落ぶりとトヨタの好調を強調しています。もちろん世界規模での半導体不足と新型コロナウイルス感染症の影響もあるので今後の順位はわからないものの、トヨタが日本を代表するメーカーとして世界に躍り出た瞬間だったのではないでしょうか。日本人として誇らしい快挙ですね。しかし1980年代は現在とは全く異なる状況にありました。当時の日本車のイメージといえば壊れないがあくまで安物の大衆車、日本ブランドへの信頼はあるものの高級車市場とは縁遠い存在だと思われていました。特にアメリカではフォードのリンカーンや GM のキャデラックなど重厚で威厳を保つデザインの高級車こそがアメリカンドリームを勝ち得た成功者のシンボルだとされていたのです。そのため高級車市場はこの2大ブランドや類似したデザインのアメリカ車が中心で、日本車の参入余地はないと思われていました。それでもトヨタが高級車市場に参入を決めたのはそうせざるを得ない事情があったんです。それが日米貿易不均衡問題。当時日本は国内で生産した車をアメリカへ大量に輸出していました。しかし一方でアメリカ車は日本ではほとんど売れず、怒ったアメリカが日本に輸出台数の自主規制を求めてきたのです。そんな勝手な主張ってありと思いますが、割と欧米諸国は平気でそういうことをしてくるんですよね。日本の方が甘すぎるんでしょうか。そこでトヨタは台数を制限されるなら1台あたりの収益率を高めようと考えました。150万円くらいのカローラが中心だったのを350万円のハイグレードな車を作って全体的な利益を落とさないようにしようとしたわけです。このポジティブな発想がトヨタらしいですね。そういう理由で高級車市場に参入する決心をしたというわけです。とはいえ価格を上げるなら、つまり高級車市場に入り込むなら、先ほども紹介したリンカーンやキャデラックなどが強力なライバルとして立ちはだかります。
ブランドとして確立していない日本車をもってこれらの人気車から顧客を奪うことがどれほど難しいのかは言うまでもありません。そこでトヨタが目をつけたのは、威圧的なデザインや伝統的な車種を好まない富裕層や将来顧客の候補となるであろう若年層です。徹底した市場調査を経て、トヨタは彼らが従来のアメリカ車に対して古臭さを感じているのを見抜きました。そこで伝統や威厳ではなく機能性や品質で勝負できるよう、トヨタは生産ラインや材料、デザインなど全てを抜本的に見直しました。車体はレーザーで精度チェックを行い、エンジンもピストンの重さを全数計測し重量まで揃えるという徹底ぶり。クランクシャフトのバランス取りにもこだわり、その上でラインオフした車両の全てをテストコースで走行チェックするなど、やるべきことを全て取り入れたのです。その結果生まれた LS400 はメルセデスベンツや BMW などのドイツ製高級車に匹敵する品質と安全性、さらに日本車ならではの信頼性と経済性を併せ持つ車になりました。リーズナブルな価格設定や充実したアフターフォローなど、日本車の魅力であるサービスの良さも兼ね備えています。そんな LS400 の魅力を挙げればキリがありませんが、世界を最も驚かせたのはその静粛性です。 LS400 は普通の公道からアウトバーン領域まで超一流の静粛性と快適性、かつ高い安心感と優れた燃費の達成を目標にしていました。しかしこれは決して簡単なことではありません。アウトバーンとはドイツやオーストリアにある自動車高速道路で、当時はなんと速度無制限、追い越し車線を走る車の速度は時速200キロ前後が当たり前でした。日本では想像しづらいかもしれませんが、時速200キロも出せば、さすがに振動も音も大きくなるのは当然ですよね。そこで一役買ったのが、北海道士別市にある士別市試験場だと言われています。全長10キロの士別周回路は、日常領域から時速200キロ超えのアウトバーン領域まで、様々な試験に対応できました。そして、雑音のない周回コースを走ることで、わずかな振動や音さえスタッフは気づくことができたのです。こうして LS400 はどんどん性能を高めていったものの、それでも当初 LS400 に注目しているのは日本のメディアだけでした。やはり当時は誰も日本の作る高級車には興味がなかったのでしょうね。しかしドイツのフランクフルトで行われた国際試乗会でそれは一変します。国際試乗会において LS400 は実際にアウトバーンを走ることになりました。アウトバーンの常連といえばメルセデスベンツや BMW、アウディなどの高級車です。試乗すれば嫌でもこれらの常連さんとの差が浮き彫りになってしまうでしょう。開発スタッフが固唾を飲んで見守る中、ジャーナリストたちはLS400 をどのように評価したのかといえば、それはそれはもう絶賛の嵐だったそうです。特に静粛性については、異次元、圧倒的、驚異的、ありえない、そんな言葉が次々飛び出したのです。海外メディアが高く評価したこともあり、その後驚くべきスピードで LS400 はライバルのシェアを奪っていきました。そこで冒頭でも紹介した通り、GM も慌ててレクサスを手に入れ、分解し技術力の差に打ちのめされたというわけです。それほどまでに LS400 登場の衝撃は凄まじく、未だに自動車愛好家の中で語り継がれるほど。 LS400 の開発を指揮した鈴木一郎氏に敬意を表して LS400 を鈴木 LS と呼ぶ人もいるそうです。しかし凄すぎる初代はトヨタ自身にとって大きな壁になりました。2代目に対する世界的な評価は少し残念というもの、初代でこだわった箇所を少し簡略化しただけで、それをユーザーに見破られてしまったのです。そこで危機感を持ったトヨタは3代目で再び妥協しない車作りに挑戦。その甲斐もあり、3代目 LS430 はアメリカでも人気が出ました。ただ4代目は世界規模で厳しい売れ行きになってしまったといいます。車両価格が高騰したにもかかわらず、性能は3代目とほぼ同じだったことで
販売規模が10分の1レベルに落ちてしまったのです。さらに2011年8月、 LS シリーズの上位となる GS シリーズの発表時、開発スタッフは厳しい意見に直面します。ジャーナリストを招いた懇親会では、レクサスはまだまだダメだという言葉が飛び交ったのです。これは単に GS シリーズを非難したわけではなく、 LS400 を生み出した君たちならもっとすごい車を作れるはずだという叱咤激励だったと後に判明します。期待の裏返しとはいえ、トヨタにとって最強のライバルはまさかの自社製品になってしまったのです。それだけ初代の衝撃が大きく偉大な存在だったということですね。それでも多くのファンの期待を裏切らず、それどころか予想を超えてくるのがトヨタのすごいところ。2021年12月、トヨタはバッテリー EV 戦略に関する説明会にて再び世界に衝撃を与えます。会場ではまず豊田章男社長が5台の EV とともに現れました。するとプレゼンテーションの最中、背後の白い壁だと思っていた布が落ち、さらに11台が登場。合計16台の EV が披露されたのです。この16台にはレクサス RZ、 レクサスエレクティファイド SUV も含まれていました。豊田社長はこの説明会にて、2030年に BEV バッテリー電気自動車をグローバル販売台数で30車種350万台目指すと宣言しています。地球温暖化防止のため、世界が脱炭素化社会に向けて動く中、エンジン車が主流の日本車は時代遅れだと批判されることもありました。トヨタの電気自動車に対する消極的な姿勢も指摘されることがありましたが、それを一瞬にして変えてしまったのです。海外メディアも喜びの声とともにこの発表を報道しており、ウォールストリートジャーナル紙は、世界のトップ自動車メーカーの中で電気自動車に最も慎重だったトヨタが説明会で自らが信奉者であることを宣言したと述べました。フィナンシャルタイムズ紙もついにトヨタがテスラとの直接対決の準備に入り、カーボンニュートラルを推し進めるグループの仲間入りをしたとしています。トヨタの電気自動車への参入を待ってましたと言わんばかりに、自動車業界は大いに盛り上がりました。しかしトヨタはエンジン開発をやめるわけではありません。豊田社長は自動車工業界の会長としての立場から、カーボンニュートラル達成のためにはあらゆる選択肢を残しておくべきだと主張してきました。こういった考えから、トヨタは電気自動車だけでなく、ハイブリッド車や水素と酸素で発電して動力を得る燃料電池車などの開発も進める全方位戦略を掲げています。2021年11月にはトヨタ、川崎重工、スバル、マツダ、ヤマハの5社が連携して脱炭素燃料や水素エンジンの開発に取り組むことが発表されました。会見に同席したスバルの中村智美社長によると、今回の合成燃料での連携はトヨタから持ちかけられたとのこと。エンジン車以外の電気自動車や燃料電池車のみしか生産できなくなると、自動車産業が支える550万人の雇用の大半を失うとも言われており、各メーカーが連携してエンジン車の生き残る道を模索することになったのです。レクサスと電気自動車の件を見ると、国内外どちらにおいてもトヨタが自動車業界を牽引する存在であることがわかります。次はどのようなイノベーションを起こしてくれるのか、今後も目が離せませんね。レクサスに対する海外の反応はとても熱いです。それではここでその反応の一部をご紹介しましょう。おばからもらったトヨタ車に乗り始めたら、とにかく何一つ故障しないんでビビったよ。いくら乗っても消耗しないってマジックか。それ以来トヨタに惚れてレクサスを買った。アメリカの自動車メーカーは最近エンジン生産を日本に改中しているらしいよ。かなり正確に製造されたエンジンが返ってくるから、もともと高差を広く取っているアメリカ製の部品と組み付けられない問題が生じているらしい。ドイツに3年住んでちょうどアメリカに帰国した俺が選んだのはレクサスだ。日本車の安全性と乗り心地を何より信頼しているから。 GM がトヨタから技術を学ぶために作った
合弁会社の車を日本に輸出したけど売れなかったらしい。 GM が生産したってみんな知っていたからだって。やっぱり2社の技術力と信頼性の間には大きな差がある。初代レクサスが注目を集めた理由の一つに画期的な CM の存在がありました。その CM の内容はというと、レクサスのボンネットの上に何段も積み重ねられたシャンパングラス、それらのグラスの中には並々とシャンパンが注がれています。そしてその後エンジンをかけるのですが、グラスのシャンパンはかすかなさざ波を見せるだけ。40脚ものシャンパングラスタワーはベンチローラー上で時速240キロで走るレクサスの上でも微動だにしなかったんです。確かにこれは衝撃の映像ですね。レクサス販売店を訪れるお客さんは必ずこの CM を話題に出したそうです。とはいえお店でシャンパンタワーを建てて実例を見せるわけにはいきません。そこで販売店が活用したのはコインでした。スターターを回してもエンジンの上に置いたコインがピクリともしないのを見て、客はすぐに購入を決断したと言われています。レクサスそのものの性能はもちろんのこと、トヨタはマーケティングも一味違うのがわかりますね。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、日本の製造メーカーはいつもどの国にもないすごい性能を持った製品を作り出してくれますよね。車だけでなくデジタルカメラやスマートフォンでも、日本の製品は本当に使う人のことを考えて丁寧に設計されているということがよくわかります。中でもいつも感心してしまうのがお菓子の袋。こんなに開ける場所が丁寧に書いてあって力を入れずに開けられる袋を作っている国って日本ぐらいじゃないでしょうか。使う人のことを考えているって素晴らしいことですよね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。